どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ、土曜日になりましたので、本日も競馬やっていきましょう。おにぎりを食べたいと思います。ね、納豆を食べてない理由はね、米を炊くのがめんどくさかったからですね。もう、米炊くのすらめんどくさいって結構俺やばいよね。いただきます。でですね、先週で、お金がなくなってしまったんですけど、友達に10万円借りました。21日の YouTube の収益が入った日にもう即返すっていう約束のもと10万円借りました。6万円貸してくれと。土曜日3万、日曜日3万競馬に使いたかったから6万円貸してくれないかっていうお願いしたら、なんか中途半端で気持ち悪いからって言って10万貸してもらいました。上ももう10万は使わないですよ。3万3万でいきたいと思います。いやー、ほんとね、お金も貸してもらったし、しかも、まあ、別の友達ですけど、僕がね、そのクレジットを最近作ってで、その金ないのにクレジットでカッコつけておごってたんですね。もう先週のその、バイト先の大学4年生の女の子と飲み行ってきたみたいな先週の動画のあげましたけど、それも全部クレジットでね払ってたんですよ。で、そういうね、全部俺クレジットで払っちゃうんだよねっていうエピソードトークをしたら、じゃあもう預かるわと、お前が持ってちゃダメだって言われて、クレジットカードを今もうそいつに預けてます。預けてるというか、持ってもらってるというか。で、次その給料と収益入ったら、もうキャッシュカードも預かってもらおうかなって思ってます。もう俺、自分で管理できないです。大人になってこんな情けないこと言うのもあれですけど、自分で管理はできません。まあてな感じで、お金も借りれたし、カードも預けれたし、なんかわかんないけど、で今回からね、1万人気購入禁止で、今日なんかマジ勝てる気がする。いつももうなんか勝てないだろうけど、いや今日こそはみたいな、ね、気持ちでやってたけど、なんかわかんないけど今日勝てる気がする。京都競馬場行った時に視聴者さんからもらった勝利の美酒を今日こそ飲める気がする。え、ま、なんかわかんねえわ。今日勝てるわ。自信しかねえ。ってわけで、本日も競馬やっていきましょう。さあ今日はなんかいてる気がしすぎてて、新馬も買っちゃいました。ああま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 あ、後ろの方だな。ああ、どっちも後ろだ、どっちも後ろだ。内から伸びてくれば、内から伸びてくれば。お、7がすごいスピードできた。7がすごいスピードできたよ。ただ3番が伸びない。菅原ツアーブリチャードダメだ。あ、ルメ負けた。46に人気あったっけ。46なんて、46なんか人気あったっけ。爆割れですかこれ。狙うレースとしては良かったかもしれない。爆割れな気がする。まあまあいいでしょう。三浦リンクスクド、シャッコスタート、コースタート来た。前、いや、これは嬉しい、これは嬉しい。さすが三浦っち、構成っち。12番は12番も前行くと思って穴で買ってるんだけどさ、6番も前行かない。12番はどこにもいない。リュウト君どこにもいない。いた後ろ、6もちょっと後ろ、もっと前にいてほしかったけど、いや、これは嬉しい。ただね、人気めっちゃ出てるね。10倍ぐらいだったんですけどね。リンクスクードボル、三浦高設置。
ミューラッチ行け、ミューラ、いやめ爆裂ってことはいい、2612ミューラッチ、いやミューラッチこれいけるだろ、ミューラッチ6、やばい来てる、やばい来てる、相手がいない、ミューラッチやばいやばい刺される、もう相手がいない、どこにもいない、ミューラッチ頑張ってくれ、もう単勝だけでもいいから、ミューラッチ相手がいないんだって、ミューラッチ、ミューラ刺されてる、いや4着かーい、4着かい、4着かーい、相手もいねえし、案の定負けです。シルカーの圧や、シルカーの圧や、シルカーの圧や、1191、ダノンいるね、カンティプールもいるね、川田シルカーの圧や突き抜けちゃって、シルカーのいいんじゃないですか、いいんじゃないでしょうか、5番手非常にいいところにいるんじゃないでしょうか、これは熱いんじゃない、これは熱いんじゃない、いやこれめっちゃってことはいいんじゃない、いやいやこれもこの人気馬を、いや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 、これはいけるか、いや変わらこれ、いやめっちゃってことはいい、チルカーノ、え、もうチルカーノじゃんこれ、もうチルカーノがもう抜け出す構えじゃん、もうチルカーノ、西村こういうの取っときたいよ、チルカーノ、もう伸びない、伸びない、そこから伸びない、へえ、え、チルカーノだけどんどん下がってってるんだけど、その横並びで上位に行き場合だ、結局今日も勝てない日、結局いつも通りの日、いつもと変わらない土日、いつもと変わらない土日を過ごすの、俺は過ごさねえよ、当てりゃいいんだよバカ。でこのレースはですね、全く予想しておりません。僕が京都旅行行った時に、アポロビル、スケベなビルがね大阪にあるんですけど、そこに一緒に行った視聴者さんが、一口出資しているから買ってくださいって言ってきたので、オッケーっつって1万円単勝買いました。もうそれだけ、予想とか一切してない、ここがでも一番金額今日でかいから頼むよ。さあ函館メイン行きましょう。ランドオブラブ佐々木、いいよ頼む、買ってくれ、エロでつながった絆の馬券だよ、ランドオブラブ佐々木頑張ってくれ、ランドオブラブやれるやれる、勝っちゃい、12分の1だから、これシンプルに勝てば当たりなんだぞ、12分の1なんだよ、シンプルにランドオブラブ勝ちました、一回勝ちましたね、もうね、ランドオブラブね大丈夫だね、勝てるな、突き抜けられるな、その位置からな、やれるな、12分の1いけるな、いけるね、手応えは良さそうだよ、いけるね、佐々木来い、ランドオブラブ、ランドオブラブものすごい足で来い、来い、おいおいこれ、おい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 、ボンバーさんビリじゃんねえ、ボンバーさんビリじゃん、気球が呪いのラインじゃん、買ってくださいって呪いのライン来たじゃん、出資してるんで買ってくださいって、ちょっとビリじゃん、でも俺のせいだよこれ、俺が買ったからだよこれ、俺のせいだこれは、
ビリでした。こんなもんだ未来エスコーラミユキ、こんなもんだ。さあトゥードジュモンが行くだろう。あそこんなあそこんなもんじゃねえや。アナゴさんも外から行くよね。さあある程度は流れるんじゃないか。うん、位置取れないよね。あそここんなもんだね。ある程度は流れてほしいな。その位置だったらね。こんなもんだ。川田怖えな。トランキリテ、ノブルロジャーも怖いけど、こんなもんだ未来エスコーラミユキ、一緒に伸びてこい。一緒に仲良く読めてこい。頼むよ、アスクこんなもんだ。ディオ、怖え。怖いもいっぱいいる。みんな怖え。ディオも怖えし、トランキリテも怖えし、フリーフムファクシも怖えし、モズゴールドバレルも怖えし。さあ、こんなもんだ。アスクこんなもんだ、未来。アスクこんなもんだ、未来、来い。ノーブルロジャーの直後から突き抜けて来い。アスクこんなもんだ。さあ、来い。アスクこんなもんだ。なんか狭いな未来。アスクこんなもんだ。エスコーラも狭い。これ勝つしかない。いやいやこのなあ、まあもうもうこんなもんだ。何にもない。何にもない。やばい。本当に。なんだ俺の競馬って。俺の競馬って何なん？何にもない。惜しいとか何にもない。リサリサスタート。ある程度戦争よりは勝負できるポジション。オッケー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 。さすが。もう三浦。最高だ君は。三浦頼んだ。もう。これも外れたら何も残らない。今日の俺は。頼むよリサリサ。いやこれはいける。前走よりまめちゃめちゃ勝負になるとこいる。足はマシだから。リサリサ、ベールアンレブと一緒に来い。また隣同士だ。リサリサ、いい三浦。三浦いい。三浦いいよ。リサリサいいよ。三浦。リサリサ。リサ。三浦リサ。三浦。三浦来い。伸びてこい。三浦。三浦伸びてこい。三浦。三浦。三浦リサリサ三浦さばいてうまいこと来てるお願い三浦させるさせる三浦三浦三浦リサリサ三浦ああ三浦ああ三浦そう三浦いける三浦させる三浦さんなさせないんだいバイさせないんだいさせないんだよな。なぜだ。こう狭くてう内行ったり外行ったりみたいになってた。どうすりゃいい。俺は何をどうすりゃいい。何が当たるんだ俺は。何になら当たんの俺って。もう何なら勝てんの。一回ジャグラーとかで勝つ、勝つ流れ作る。一回一回勝つムーブ作った方がいいかな。これもうすべて負けてる。競馬やばすぎる。
ただきます。痩せたいと思ってる人間が食う晩飯。うん、うん、まあまあ、ジャグラーも行きまして、ね、俺みたいな台探そうと思って、もうガーンって下がってる、俺みたいな下がってる台探そうと思って、5連続ぐらいレギュラーで200全部200、200、300、200みたいなハマって、もうガン下がりの、ジャグラーをね教わったんですけど、まあ1000円ですぐビッグ出まして、まあそこからなんとかこう戦って戦って、であの動画で撮ったところが次ビッグ出れば500枚ぐらいで、500枚いけばあのまあ1000円投資で500枚出ればまあ十分かなと、そこら辺でやめようかなと思ったんですけど、そっからね、結構はいいね、ポン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 っていきまして970枚、1万8000円でした。ありがとうジャグラー、俺はやっぱジャグラーかもしんねえな。なので投資1000円なので1万7000円勝ちですね。だから今日の、収支が1万3000負けまで減りました。だから要は1万3000勝ち、3万勝ちぐらいかな、要は勝ちました。ようやく俺の体内に足りてなかった勝利という文字が、血液とヘモグロビンと混ざり合って今体中を勝利が流れてます。これ明日いけるんじゃないかな、もうめちゃくちゃ自信出てきたわ。ただまあ970枚で1000枚に届かないあたりもなんか俺みたいな台だなっていうところでした。まあ良かったんじゃないでしょうかね、マジで普通にマジで今日お金増えた気でいます。ちょっとマーメイドステークス自信あるな、打ち勝ちたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。マーメイドステークスぶち勝ってると思います。